我々の新曲 The Answer が4月27日に発売されることが決定いたしました。サチアレと海外名で出させていただくんですけども、はい、The Answer はどうですか皆さん、この曲。いやもう、ウブラブとは真反対、うん、真反対よね、はい、反対。だって、アーシャ見ていただいたら分かる通り、ピンクから黒になりましたよ。そうですよ、変わりかっこいいわ。全然違う感じの、ね、曲調と言いますか、違いますから、うん、どう、初めて聞いた時どうやったんですか、The Answer。いや、何話のかっこよさを最大限に出せる曲やなと思いました。おお、なんと言ってもこのね、The Answerをですね、ミッチー主演の金田一少年の事件簿のですね、主題歌に謝ります。ありがとうございます。ありがとう。本当に金田一にぴったりで、そう、この曲をね、聴いた時に金田一のその映像と合わさってこう流れてるのをすぐイメージできますし、うん、本当に金田一のファンの方々にもたくさん愛していただけるような曲にしていけるように、僕も盛り上げていきたいなと思ってます、ね。ということで今回はですね、その新曲 The Answer にちなんだ企画を行いたいと思います。題して The Answer ゲーム、こいつの答えはどれだ。していきたいと思います、はい、親を一人決め、とある質問をし、親はその答えをカードに記入していただきます。他の6人はですね、親が書いた答えを予想していただきます、はい、なるほど、7枚のカードをオープンし、どれが親のカードかを予想しながら探り合いしながらトークします、うん、最終的に1人ずつ予想を発表していただきます。正解すれば1ポイント、7人全員分行い、優勝者には The Answer 王の称号を差し上げます。王が来た。いやもうこれはもうね、ぜひとも名探偵に。あ、そうやね、だからといって手を抜くわけにはいけません。そうですよ、俺らも頼むすけど。本気のさ、俺が取らないといけないっていうのは。そう、これだから誰が、1位が王じゃなかった場合、マジで金田一変わると思う。やめろ、チャンスだよ。入賞して8年、うん、待望の金田一です。あ、そうやね、入賞して18年。あ、いや、待望、もっと待望、待望まず最初の親はですね、ミッチです。あ、おー、ミッチが親、はい、ということでミッチのジアンサーを当ててもらいたいと思います。質問はこちらですね、じゃあくじ引きさせていただきます。はい、てててて、一番好きな映画は。おー、好きな映画、簡単。映画はですね、ミッチは自分のジアンサーを、他のメンバーはミッチのジアンサーだと思うのを予想しまして、書いてください。いいの、何やろな、めっちゃむずいな。でもさ、何を見たのか何を見てないのかもわからんし。ミッチと映画行ったことある人、ね、なんやろ、共演ちゃう、あるある、ああ、あ、でもそれはちょっと言えよな。さあ、お、出ました。おー、鋼の錬金術師、あー、なるほどね。コンフィデンスマン JP 99.9 ヒーロー461個のお弁当、あ、黒崎くんの言いなりになんてならない、ワイルドスピード、なるほどね、全員が全員が揃ってない、なるほど、アカデミー賞、これこれ分からんな、ありえるな、全部ありえるよ。じゃあこの中にミッチが書いたやつもあるもんな、ね、でも分からんしな、字は分からんからちゃうから。剥がれんね、剥がれんね、俺大好きや、俺も大好きや、俺やるから、続編、そう、やりまーす。しかも山田くん、そう、ね、ね、でもあるよね、これ。ヒーローに関してはやっぱ木村さん、木村さんやね、ヒーローあるな。ミッチーが出演していた作品もあるよね、うん、99.9 と461個のお弁当、はい、ありますね。あれ、ミッチーワールドスピード出てなかったっけ。出てた、出てない、多分出てた、出てない。俺東京ドリフト出た。いや違う、免許持ってないからこの人、東京ドリフト、いや、レディーゴーみたいな。いや、レディーゴーみたいな、正解ですよ、正解です。ミッチーが黒崎くんの言いなりになんてならないっていうのを結構言ってる。そう、言ってたの、俺も覚えてる、うん、言ってたな。でも黒崎くんの言いなりになんてならないはなんか恭平が書いたやつっぽいね。え、マジ、イメージ。俺恭平は絶対にコンフィデンスマンやと思うね。あー、コンフィデンスマンって多分言われへんの。俺ミッチー最近ハマってると思ってる、よく口にしてんの。きさっきからこれ多分うん、話してた時にずっと言ってたのは恭平やけどな。そうやね、なんか真実は限らないみたいな。お前や、言ってたから俺から絶対に言ったよ。目に見えているものだけが真実とは限らない、それをずっと言ってた、ずっと言ってた。じゃあな、時間もつけもうこれ趣旨わかってる。お前、え、これミッチに質問するのは、あ、してもして、オッケーオッケー。
劇場で見ましたか。劇場では見てないです。おお、あ、見てない、見てない。え、それを最後に見たのはいつですか。そこまで、それ、決めたね。はい、絞った。はい。さあ、それでは今からですね、ミッチーが書いた、ゼアンサーだと思うものを書いてください。わかりました。はい。これなんか話聞いて、あ、これやなと思ったもん。それでは大橋さんからいきましょうか。分かった、一人ずつ。じゃあいきます、はい、僕がミッチーを選んだと思うものは 99.9 です。おお、理由は見に行かんっていうので、やっぱ自分の作品は見に行かんやん普通。まあそう、あんまりバレたらとかあるから。じゃあ続きまして、僕は鋼の錬金術師です。はい、おお、どうですよね。どうやろ、どうの錬金術師。あ、それもどうでいいですか。どう、あかんよ。じゃあ続きまして、リュウ。僕はヒーローですか。おー、やっぱりこうお母さんが木村拓哉さん好きって言ってて、うん、ちっちゃい頃から家でもう流れてたんじゃないかなって。なるほど、なるほど。ビデオとかで、はい、じゃあ私続きまして、ミッチのジアンサーはこれです。はい、ワイルドスピード。うわ、全然違うよ。やばい、コンフィデンスマンがワイルドスピードやったんやけど、コンフィデンスマンに関してはもう絶対共演やから。絶対共演やから。そう、絶対共演やから。待ってる間に口ずさんでる時点で絶対最後。見えてるものだけが真実。それも言うてる。続きましてケント。お母さんが木村さん好きやはい、思って書いたのがヒーローです。おお、なるほど。じゃあ続きまして、ジョブ。僕はこちらです。461個の。おぉ、おぉ、結構全員違う。ヒーローカロリーが2つある。はい、やばいやん。今僕この461個のお弁当って言った時、ミッチペンこうやったら、おぉ、動揺してましたよね。もうそれが答えです。あぁ、ごめんなさい。それではミッチのジアンサー発表お願いします。僕のジアンサーはコンフィデンスマジェブ。ゲームの趣旨は分かってないですとかありまして、うん、俺コンフィニス俺書いてへん。いや、そうですね。事実発表じゃないから。そう、その子もあれやし。なんで俺な、鋼の錬金術として俺が書いて俺が出してん。何してん。しかも何どうなん、あっちかけてんのにこっちどうなってるし。そうで、みんなやってるうちに、あれこれ、あ、自分書いたやつは当たりじゃない。何が正しい。自分書いたやつもう一回出して絶対一本いない。だからいかに自分の答えに寄り添わせへんかみたいな。だから恭平が目に見えるものが真実とは限らないって言ってくれたから、あ、これ俺の勝ちやなと思って。なるほどね。おい、じゃあ 99.9 誰かいたんですか。誰かいたん。はい、あ、だから最初出した時に、ね、こいつアホやと思いました。なるほど、461個になる。俺だから、あ、選んだ時こいつアホや。この候補の中、みんなが出してくれた映画の中でもそのなんですか、全部好きなんですけど、うん、好きなのはやっぱりコンフィデンスの JP が。好きなジャニーズソングは、うわ、結構幅広いぞこれ。自分たちの曲は除くです。内容出しだけ。あ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。いや、もう俺もパッて思いついたね。前降りてきましたよ。前降りたよ。いや、これちょっとバレるぞ。これでもちょっと大なりそう、下手したら。あー、みんなの回答がね、3人ぐらい一緒とかありえそう。うん。さあ、それでは、うん、私、西畑が親になりました、はい、好きなジャニーズソングは、お、お、え、分かれてる。ジャニーズ間違っちゃいない、嵐さんのピカンチラブ、あーね、嵐さんの嵐、嵐さんの 5x20、 嵐さんのワンラブ、嵐さんの 5x10。 やっぱここ人気やね。そして、セクシーゾーンさんで、バイバイドバイ。あーね、バイバイ。うわ、さ、これむずい。この中に西畑のジアンさんがございます。いや、これは多分書いた人はおそらく多分DAIGOの車に乗ったことがある人だと思う。嵐系は絶対流すやん。うん、流すな。ちょっと流してる、歌ってるし。え、もちろん、ちょっと最後に近いんだけど、どういう時に聴きたくなりますか。今日のお仕事、一日頑張ろうって思う時とかに
その通勤中とかに。逆に大ちゃんはバイバイドゥバイ好きって言い過ぎてて、うん、ここで書かん気がすんだよ。ああ、いやでもなんかな、松竹座の楽屋でウエストのその間違っちゃいない聞いててんだよ。てかずっと聞いてるイメージ。全部聞いてるよな。あ、でもここの今出てきたやつはもう全部好きね。じゃあ皆さん、西畑が書いた次アンサーだと思うものを書いてください。はい。これやと思うけどな。それではじゃあまずジョー君からいきましょう。はい、リュッカ。次アンサーこちら、ドドン、ファイバイトゥエンティ。理由は車で聞いたことあんねん。なあ、ただこれがテンやったっけなとか、うん、どっちやっけなって。アンサーソングですか。じゃあ続きましてキャット。はい、こちらです。うん、イカンチダブル。おお、はい、やっぱり大悟くんやったら、うん、ここかなと思いました、ね。なるほど、はい、じゃあ続きましてミッチ。俺はジャニーズ WEST さんの間違っちゃいない。おお、いや本当にあの、うん、候補見た時に、うん、あそれがあったかと思って、うん、続きまして、リュウセ。ファイブバイテン。おー、全部一緒。一緒やな、うん、やっぱ悩むね。うん、やっぱりテンとも迷ったんやけど、なんかこう配信ライブであったりとか見ててもなんかこう、グッと来てたはず。はい、じゃあ続きまして、キョヘ。でも僕はもうこれにもうかけてます、はい、バイバイドゥバイ。おお、かけたね。バイバイドゥバイ多分王が言う理由はせん、もう言うちゃうやん。ドゥドゥではあるけどな。ドゥではバイバイドゥバイはあるけど、ドゥバイは理由なのよ。理由や、理由でした。じゃあ続きまして、あさ。僕はジャニーズ WEST さんの間違っちゃいない。うん、ちっちゃ。間違っちゃいないなんですけど、なるほど。いや、これもファイバイドゥバイとファイバイドゥバイと悩んだんですけど、ジャニーちゃんがなんかグループみんな一緒やなって言ったのが俺なんか、うん、これ惑わしてきてんのかなと思って、うん、さあこの中に、西畑が書いたジアンサーがあるのでしょうか。お願い。西畑が書いた好きなジャニーズソングのジアンサーこちらです。嵐さんでイカンチダブルです。あゲット正解。すげえ。すごい。いやこれちょっと絶対バレると思った。ちょっとファイバイトゥエンティ2人おるから、じゃあファイバイトゥエンティ書いた人。はい、おおおー、ミッチ。うわー、ミッチに惑わされた。うわー、惑わされた。逆にテン、テン俺だよ。あー、だから絶対いい。あ、そういうことね。そう、じゃあトゥエンティやって、じゃあ来たと思って。なるほどね。好きな街は街。うわー、俺町ってさ、なんとか風とかなんとか県、どこでなんでもいいっしょ。町でも県でもいいっしょ。流星がそもそもどこで普段プライベートで遊んでんのかわからないから。流星くんって多分一番ミステリアス。さあそれでは流星が終えてですね、好きな町出ました。こちらです。どどん。神戸、新大久保、原宿、原宿、大阪、谷町線、キレ売り割り、キレ売り割り、キレ売り割り、西宮、ラジオ、サンドミヤ。おっと、これ神戸、ちょっとなー、ちょっと西宮ラジオすごいな。これ何、西宮ラジオって何が大事だ、すごいと思う。マジか、うわ何これ。俺でもさ、コスメケースケアにあったら、うん、新大久保、あ、そうね、韓国コスメとか多い。そうでも流星は東京に染まらんと思う。なるほどね。ってなると関西かなって。神戸とかね。キレ売り割り誰？キレ売り割り。流星のキレ売り割りの関係。関係なくないって。言わないネーミング。誰か逆にボケできた可能性。これジョー君やろ。キレ売り割り。いや、ジョー君は今自分から配信者で。絶対配信。なんだ配信者。キレ売り割り。たまにジョー君キレ売り割り言うもん。言うよ。なんかキレ売り割り。なんか言うで。そこのどういうところが好きですか？何それ。今着きました、そこに、うん、着きました。あ、どんな表情になるんですか。こう、なんか表して、ラーメン食べた、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 あ、ちょっとリラちょっとなんか見てる、ちょっと偉そう。食べた、癒されてんの、癒されてる。でもうわ、これ二択やな今。俺もこれやね、みんな。分かる分かる分かる。はい、じゃあ書いていきます。
ましょう。オッケー。いやー、ムーブ。それでは、ハッスンからいきましょうか。オッケー。僕はこれ、新大久保。なるほど。食べるって新大久保。ねえ、おい、なんだ。ごめんごめんごめん。いやいやいや、結果残そうとすんな。新大久保、新大久保です。俺これはコスメ選んでると思ってたけど、最後聞いたらどうやって、どうやってコスメ選んでるの。続きまして、キョヘ。僕も新大久保。おお。おお。これはガチ直感。ガチ直感、ガチ直感、ガチ直感、これじゃないかっていう。うん。じゃあ続きまして、みち。俺サンドミア。おお。リワアウトレット。うん。で食べて、うん、でこれでしょ、うん、映画見て。じゃあ続きまして、私にちゃったこちらです。お、関西忘れないでということで、神戸です。おお。はい。なぜかと言いますと、さっき食べてたやつがあったじゃないですか、うん、あれ明石焼きじゃないか。ああ、明石焼き食べて、でちょっとこう神戸って海とかすごく綺麗、海とか金足とかあったりするやん。あれをこうちょっとこう、なるほどね、眺めて、あーいいな神戸港ね。なるほどね。じゃあ続きまして、僕も神戸です。おお。神戸なんですけれども、僕食べてるの神戸牛やと思います。なるほど。あー、僕も神戸です。おお。皆さん思い出してくださいよ、うん、歌番組に出た時、大西流星ですってここに名前出て、神戸出身って書いてた、覚えてますか。お前、神戸出身じゃないんですよ。何時間って。え、そうなんや。びっくりした。神戸出身ではないですよ。塾は神戸です。それだけ神戸愛もあるわけです、うん、それでは流星の好きな街のセアンサー発表お願いします、うん、正解は神戸だ。美味しいもんが多いのよ、うん、美味しいもんが多くて、夜はまたちょっと大人な街になるので、ね、イルミネーションも綺麗で、うん、やっぱ好きやね。さっきのジェスチャーは何をしてたの。これはまず、そう、明石焼き食べて、ほら夜景を見るの。なるほど、夜景やな、これ夜景を見て帰る、うん、なるほど、いいです。ラジオ、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 そやろな。そんな気にしたわ。アニメ、漫画は。うわ、これわかる。これちょっとアニメ絞られてんな、うん、アニメ。あー、俺わかった。あ、でもさ、結構好きなやつ多い。そう、この時点でわかるのもあるけど、好きなアニメ、漫画で揃いました。オープン。お、うわー、うわー、すごいね。これは面白い。鬼滅の刃が2つ、うわー、アキラ、ワンピース、ジョジョ、キメの冒険が3つと。まあ、これ普通に見るとジョジョは多いもんな。ジョジョ多いね。これアキラの T シャツ着てるよな。着てるなー。うわー、着てるなー。ジョジョも着てへん。ジョジョも着てる、てるアキラも着てる。ジョジョ T ね。で、鬼滅好きなもしてる、ワンピース好きなもしてる、全部好き。これ全部家にフィギュアある。うわー、一応全部あるの、うん、この作品のどういうところが好きなの。なんやろ。え、あータッチ。なるほどね。タッチやったらあっちじゃない。最近見た、見てる。あ、見てる。続いてる説あるよな、じゃあ。はい、いや、今回なんかいける気がする。これちょっとなんかいける気がする。じゃあ、ジョー君からいきましょうか。はい、言ってましたよ、ね、はい、イラストが好き。はい、もうこれでしょ。ジョジョの奇妙な冒険。はい、ジョジョの人、はい、せーの、ドン。おい、ヨンジョジョ。ヨンジョジョ、ヨンジョジョ、ヨンジョジョ。はい、決め手としては、ポロッとケンって言ってたと思うのよ。ジョジョ帰ってくる方に、あ、なんか自画像みたいなの変えてほしいなみたいなのをポロって言ってた。いや、言ってたの、言ってた、聞いたのよ。うん。じゃあ、続いてみち。俺はアキラ。おぉ、選んでるよ。やっぱりそのみんなそのジョジョとかこう、その出してたと思うんですよ、結構みんなね、うん、でもそのなんていうの、アキラを知ってる人が少なかったから、うん、裏を書いてアキラ。そう、なるほど。裏書きアキラ。じゃあ続きまして、キョヘ。僕はやっぱワンピースだ。おー、なんか聞くとくのとフィギュアを、うん、なんか何百体持ってるって聞いた。すごいな。聞いたことあるかも。それではケントの好きなアニメ漫画のジアンサー発表お願いします。僕が好きなのはワンピースだ。わー、マジかー。ケントワンピースやったことで、全部好きな人、僕全部どれ書こうかな。
悩んだんですけど、昔から好きなのワンピースの。なるほどね。ワンピースのフィギュアはいいに300体も。すげえな。これ共演取りがちやな。共演取りがちということで、1ポイントでございます。これちょっと広いんじゃない今一番やりたいことは。うわえうわ広っ。休止期決まってるからな。せやねん。なんやろな。俺はもうこれ、俺はもうこれ。さあ、それではガチャジョー君のこちらですね。こちら、ドドン出ました。メジャー生観戦。あー、自分の野球の番組を持つ。いいですね。野球の試合、関西ジャニーズで野球大会、スノーボード、キャンプ、カーリング。うわ出ました。スノーボードとカーリングは今北京五輪が終わった後やから、うん、熱は熱はある、ある。うん、キャンプもあるな。あるキャンプよう言ってるよ。言ってるし、最近一人で旅行きたいとかも言ってるから。雑誌とかでも言ってんの、うん、なんか友達と野球とかしてるっていうのを聞くから。球場借りて。お前そうや、球場借りてるやん。やっぱ月1ぐらいでやってる。俺一回誘われてるもん。自分の野球の番組を持つとかは結構で、ね、今やから今ちゃんとお仕事なのかプライベートなのかっていう。そう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 。今のところポイントゼロでした。誰？はいはい。お金田一頑張ってくれ。金田一金田一ゼロのやつがそんな足組まへんって言ってさ。金田一ここで取らなあと3人しか残ってないから。ここで宣言する。もう取る。ここで。あーここで取れ取れ。これどういう時にしたい？どういう時にしたい？休みの日。うん。まあ、え、何日、何日かけて。いや、何日っていうか、別に1日。1日。これ、これできたら。じゃあメジャーなも観戦なくなる。自分の野球の番組もともなくなったんだ。じゃあ、ハスンから。これから発表していきましょう。まあ、俺、一番下の3個で前だったよ、うん、で、結果、スノーボード。スノボ、うん、じゃあ、続きまして、聞かせて。僕は、関西ジャニーズで、野球で大会、野球大会。なるほど、最後。じゃあ、続きまして、カーリング。おう、これは一個も言ってなかったんけど、ジョー君が一回このカーリングの試合を丸々見たっていうのを言ってきて、うん、で、カーリングやりたいってその時言ってた。おお、来たんじゃない。ちゃんと俺もカーリング。おお、道カーリング。私西田もカーリングです。僕もカーリング。おらおい。さあ、それではジョー君の今やりたいことやったら発表お願いします。ちょれ。僕が今一番したいことは、ちょれ、いけ、カーリングです。やったー。いや、これだから何しよう。誰やっけ、俺とニッチ、俺とあと誰やっけ、キョエじゃん。お前キョエさん、お前、お前、お前さん、3人でさ、俺が熊本にカーリング行きたいって話してたの覚えてる？聞いてない。いや、これラジオ聞いてる人は分かるよ。なるほど、話わかるよ。うわー、言ってた。カーリングのなんか探してるみたいな。そう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 。だってほんまこの前の北京のさ、東京オリンピックでもカーリングがもう楽しかった。激アツだな、激アツだな。そう、それでやりたいと思って。ジャニーズの先輩からもらったプレゼントで一番嬉しかったものは。あ、いける。誰からの何ってこと？え、どういうこと？名前から。名前は大丈夫。名前なし。え、そう、もうこれ、ものだけですね。でもこれ、恭平っていうのが難しいよな、うん、なんか恭平ってちょっと変化球のところあるやん、うん、さあ、それでは出揃いましたね。言いましょう。はい。腕時計、NHK の食堂でもらったご飯代。あ、どういうこと？連絡先、電動歯ブラシ、ジーンズのセットアップ、ジージャン、ジュリ君からもらったジーンズ。え、てかこの NHK の食堂でもらったご飯代がほんま意味がわからなさすぎて。誰から？ね、どうした、ミッチ、何、どうしたどうしたの、なんか喋ろうとしてる。あー、そういうことね。あの、いや、これは、え？そういうことね。NHK の食堂でご飯食べれるってなって、うん、あのご飯選んでたよ。じゃあ、あのジュリ君から、うん、これでみんなで食べ。あ、いや、そう、なるほどね。それ言われて、キョウヘイがめちゃ
ちゃ喜んでて、うん、ジーンズのセットパスジージャンジュリから、あーおっかんねこれ。ジージャンもらったやつだな。しかもさあれで飾ってたんじゃない？なにわの庭で。飾ってた。そうだから思い出したのよそれを。それ多分永瀬廉くんじゃん。ジージャンも飾ってなかった。うせえ。どっちもどっちも飾った。あーどっちも。第一弾第二弾で。じゃあ変えていきましょうか。はい書こう。はい。いやーちょっと待ってこれマジでムズい。はい。俺はイケタで。はい、はい、こちらです。ジュリ君からもらったジーンズ。おお。お。あこれは。まあ、やっぱり何話の庭でも飾ってましたし、やっぱ結構好きっていうのを聞いたのでこれかなと思いました。ケント。僕はジーンズのセットアップ。おお。そっちね、うん。そっちに行きましたね僕は。なるほど。じゃあ続きまして私にちゃった。こちら。時計かっこ腕。おお。これ腕時計ってかっこくないっていう。やつの人だ。でもあのやっぱり強兵の感性では。時計かっこ腕やったのかな。俺もジョー君と一緒。おう、ジュリ君からも。そう、リセ連絡先。おう、ほう、来たね。これちょっと聞いたの多分、うん、なんかずっと好きやった人と連絡先交換できたみたいな、うん、じゃあ続きましていく。俺もジョー君とジュリ君からもらったジーンズやねんけど、まあ、まあまあジュリ君からっていうのがもう結構、ね、あの共演になってくる。かかんでいいって言われてたら書くってことはそうもうこれも共演のとこやなって。そうそうそう。さあそれでは恭平のもらって嬉しかったもの。はい、僕のもらって嬉しかったものはジーンズのセットアップ。あーすげーすげー俺、ということでケント一人正解ですね。すげー4ポイント獲得です。ちょっと待って、自分でもすごいやんねんけど。じゃあジーンズのセットアップはなぜ嬉しかったの。いやなんかこうやっぱ着てるとこも見てたんで、やっぱジュリ君が、うん、でそれを僕いただいて、あれあえて着ないでも飾ってるんです、うんうん、だからこそ、何も似合いでも飾らせていただいて、うん、なるほどね。そうっす。いや、てかなったらほんまにこの名前書かんでいいって言ったのに書いた人。俺が高橋君説明しますよ。俺誰よ、名前書かんでいいって言われたのに書いた人。誰書いたの。リュウセイ。リュウセイ。でも、どっちからどっちか。どっちか。ジーンズですか、それとも。シンプルミスです。確かに、なんかミスかい。でもそれがもう3人ミスずれ。いやもう、いやじゃあめっちゃいい仕事した。仕事してます。え、誰じゃん NHK の食堂は。俺やった。俺説明してて終わったの。動物園で一番好きな動物を。でもこれなんか何やろうな、うん、大橋って何なんすか、何なんすか。いや俺こんなに言って終わりじゃん。何好き。とりあえずとりあえずみんなからもう、とりあえずとりあえずもうここで全部やろう。ここで全部やろう。まちょっかね。めっちゃ迷うけどもんかけた。来た。さあそれでは、ハスンの動物園で、好きな動物発表します。こちらどうぞ。一つ目、俺。ちょっとまさかの。やばいな。まさかの。ライオン、カワウソ、カワウソ、小僧、ヤドカリ、ヌー。カワウソ、ダブル。ダブルカワウソ？ダブルカワウソ。カワウソ、カワウソすごいな。で、ヌー絶対ジョー君。ヌージョー君。なあ、俺は、ダイちゃんちゃん。ちょっと、じゃあ、ちょっと、モノマネしてみてください。じゃあ、モノマネって。泣き声してみて、泣き声。泣き声。ジェスチャー。言っていきましょうか。これ想像で言っていきましょうか。カワウソ、うん、カワウソ、カワウソ、ミチ、カワウソ、リュウセ、カワウソ、うん、キョヘ、俺、うん、カワウソ。なんで見てわかった。いや、カワウソ。かわいいな。無理無理無理。ケント5ポイント、西畑3ポイント、ジョー君、ミッチー、リュウセ2ポイント、キョヘ1ポイント、ハスン0ポイント。はい、ということでジャンサー王はケントに決定。おめでとう。ジャンサー王とね、ジャレが4月27日発売はい、はい、まあ、たくさんの方にね、聞いていただけるように我々も頑張っていきたいなと思いますし、あとはね、MV も、この YouTube チャンネルに載っておりますので、ぜひともそちらをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。
しかったです。あ、すま1個も分かってない。楽しかったよ。いいな、分かった。